足もめっちゃ足ある。きたよ。つらい、疲れてしまったね、朝から。そして家充電、ね、痛い。こっちにあるか。息整ってなすぎて私も充電したい。レッスン今終わりました。あっ、待って、足元くるくる。ショールームのみんなマジでこうなってた。画面に見て、こうやって。あ、よくやっちゃう。マジでごめん、ホラーすぎた。疲れた。すか、私は暑い。一生水を持ってきますね。疲れすぎてちょっと辛い。私飲んでたお水どこやったっけ。椅子、あ、椅子に置きたいか。一瞬お水待ってくる。疲れた、めっちゃ疲れた。レッスン先生鬼だった。シャトルラン走らされてんのかと思うぐらい疲れました。こんにちは。汗すごい、汗すごいし、じゃあ後でメイクしなきゃいけなく、メイクしなきゃいけない、メイクしようかな。メイクしなくていっか。どう思う？メイクしようか、メイクしないか。てか冷蔵庫にアイスあるかな。レッスン終わり、疲れた。こんにちは。皆さん今何してんの？疲れたよ、私はもう。疲れた。後で手を洗いに行きたい。手汚い。てか終わるの早くね。こちとら何時からやってると思ってんだよ。こちとら何時からレッスンしてると思ってるんだよ。9時から3時間ぶっ通しで疲れた。いや、みんなさ、あの3時間ぶっ通しマラソン走ってみん。マジそんな感じです。久しぶりにこんな疲れた。汗めっちゃかいた。まあみんなからしたらね、そんなそんなさ、レッスンごときでと思ってるかもしれないけど、3時間もダンスしてるんですよ。疲労感は2日分ぐらい。やっと涼しくなってきた。暑い。だからコンビニにご飯を買いに行こうと思ったんだけど、その元気すらないっていうね。とりあえず座りたい。
は違うところで。違うところで。二人まで OK。じゃあ密にならないように隣同士じゃなくて離れたところで。でマスク。何？Okay。密にならないように離れたところでマスクしてやろうねっていう。うん。ソーシャルディスタンス保とうねっていう。今終わるかも。めっちゃ保ってない？端っこの席と端っこの席よ。よいしょ。疲れた。来ました、小宮山水。じゃあ私ちょっと交換庫、私ちょっと手洗ってくる。うん、髪の毛アイロンしようと思うから。ちょっと中心に今言われたこと言ってきて。何何言うの？テルさんから聞いてくださいって。もうめちゃくちゃめちゃくちゃ踊りました。頑張った。目が疲れてるって。でも本当に息の仕方忘れて、なんか途中本当にヤバくなりました。なんかもう自分が何してんのか分かんなくなっちゃって、え？みたいな。体は動いてるんだけど頭が止まって、なんか本当に頭がどっか行った気がする。今日は5個のお仕事がありまして、そのうち今1つ終わってこれから4つやってきます。おびっくりした。ねえ、びっくりした。ここびもびっくりしたよ。硬いんだよこれ。びっくりした。よいしょ。てか今日はま寿司をね食べるモチベで来たの。超食べたい。はま寿司モチベで来たんだけど。はま寿司食べたい。え、でもアミ次の仕事2時からでしょ。1時半。1時半から2時まで。うん。本当に帰るけどね。来ない私んとこまで。来ない。私んとこにあんのはま寿司。来ない来ない来ない絶対行かない。いや、カントリーマームポケとかに乗って今期間限定。カントリーマームカフェやばい。カントリーマームパフェ。パフェ、あ、かパフェね。カフェ寿司のデザートね。へー。あ、浜寿司モチベで来たんだけども、今なんか何も食べれない。わかる。気持ち悪いよね。わかる。なんかマラソン走りまくってシャトルランの限界突破した。あーあーみたいな。みんなで今この辛さわかんないよ。想像してみて、3時間マラソンしてる気分。しかもなんかさ、いい天気すぎない今日。ディズニー日和、プール日和。そう、はま寿司行こうと思ってたけどちょっともう無理。今なんか海鮮食べたら吐く。今はね、海鮮の気持ちじゃないよね。アイスの気分。アイス。え、一人で行こうかな。はま寿司？はま寿司じゃなくて回転寿司。はま寿司行って、私もはま寿司違うとこ行くから二人でテレビ電話しながらはま寿司食べる。悲しい。3時間しました。てか亜美が髪の毛暗くしてさ、髪切ったみたいで。私と一緒なんですけど髪の毛。恐ろっち。私のこと大好きか。本当に疲れたのにしんどい。もうちょっと切りたいんだよね。なんかさ、中途半端なんだよね、すごい。まあ、ちょっと確かに。すげえ、すごい中途半端。可愛いけどね。なんかさ、ロング、別に。そう、なんかおしゃれではないよね。なんかさ、切りましたって感じ。なんかもうちょっと今時風にしてほしかったんだけど。
写真見せた？見せてない。だからだよ。いや、わかるかなと思って。人間わかるかなは無理なんです。なぜなら超能力者じゃないから人の心はわからないんですよ。いや、今時の流行りっていうものはやっぱ美容師さんだからわかるかなと思ったんだけど。察してくださいもダメなんです。察せません、人の気持ちは。だから言葉にしましょう。また近々行きます。いや、1分でお腹すいた。ね、思った、お腹すいた。コンビニやっぱ行こうかな。でも私、次のお仕事終わって次のお仕事、3つ目のお仕事までもそこで暇つぶしのためにご飯を食べようかなって感じ。え、何食べよう。はま寿司の気持ちだったけど、なんか今てかね、朝ね、サーモン食べてきちゃったんだよね。サーモンとお米とっていう、なんかサーモンとお米のサーモン丼みたいのと、え、本当はね、朝のね5時半とかにママが作ったカレーライスを食べたの、うん、でサーモン食べたのなんだけど、一口食べたらめっちゃ辛くて、ああ辛口で、でやめた。一口しか食べてない。ママにこの辛さは食べれないよって。ああ、はるかも食べると思わなかった。食べるやろ。はるかも食べると思わなかったから辛口にしちゃった。私甘口しか食べれないカレーだからサーモン丼食べた朝の5時半に、ね、右と左長さ違うんだけど、見して。一緒か。そうだから朝もうねお寿司食べたのよ、もはや。あとあんこクリームチーズトースト食べてきた、フランスパンの。あ、フレンチトースト食べたいかも。あとパルムも食べてきた、安納芋の。刺激があるのは初恋だけですからな。だって初恋なんてもう思い出せない。初恋幼稚園の時なんだけど。え、でもさ正直さ、幼稚園の頃好きっていう感情あった？分かんない。初恋ってさ、絶対恋って分かってないよね。ソーシャルディスタンスを保ったアミトって書いておこう。初恋、みんなの初恋はいつ？初恋とか覚えてない。よこんにちは、ねねねね、私は12時40分まで配信します。40分まで。暑い、なんか息できない。しかもさ、マスクつけたままさ3時間マラソンずっとしてる感覚だからさ、本当になんかさ、いろいろ諦めかけたもん。私一瞬曲でやってる時、本当に自分が何をしてるのか分かんなくなっちゃって、ちょっと諦めようかと思って、なんか目いってた気がする。目向いてた気がする。私本当にできてたこと全くできなくなったし、なんか一回立ち位置だけ入ってみたいな時あったじゃん、うん、もうみんな疲れすぎてるからそんなに踊んなくていいよみたいな、立ち位置移動だけ頑張ってっていう立ち位置移動すらできなくて、なんかもう曲流れてんのに頭に曲が入ってこなくて、あみたいな、あ今ここかって感じだった。アホ毛がやばい。てか髪色いい感じ。私もいい感じ。え、てか昨日行ったの？昨日行った。同じやん。え、昨日行ったの？もう昨日しか行く時間ないなと思って。あれ、昨日一緒にレッスンした？昨日休みだった。私、あ、違うか。あ、違うわ。私はレッスン朝からして、さややのお誕生日お祝いをして、美容院に行ってきました。体力使い切った雰囲気出とるわ。だって息抜きして喋れない。あ、ねえねえ、冷蔵庫にアイス入ってるかな。誰の？日の長ね、買ってきてくれたんだ。あ、え、ガツンとみかん。うん、それもないよ。え、クロさん、ありがとうございます。クマちゃん、ありがとう。クマちゃん、ちょっと見てくるね。見てきて。ガツンとみかん以外はない？
なんでないか分かるかって、最後の1個私が食べたから。最後の1個私がもうとうの昔に食べたからないよ絶対。296日連続配信ありがとうございます。違うの、今日ね24時までに帰れるか不安で夜配信できなそうなんですよ。なので空き時間になかったでしょ。ナッシー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 。なんでないか分かったかし言うと、うん、私が最後に行くためだから。おい先言えよそれ。私動いた意味ないじゃん。先言って、先言ってよ。644日達成イエーイ。私296日あと4日で300日。いいね、おっちありがとう。みんな300日お団子の時お祝いしてください。よく頑張ったねって。ね、お腹空いたな。私ちょっとまだ胃がぐるぐる。ね、ラーメン食べたい。もう片面食べたい。出ちゃう。私今一番無理なのたこ焼き。絶対出ちゃう。えねね。あ、ウォッチヤミちゃんズありがとう、お年玉。あ、コミちゃんクッキーもお年玉ありがとう。何時までやる？私。40分。12時40分まで。もう移動しないと次の仕事間に合わないから。どうしよう。40分が本当に最後。私も40分で1回終わってご飯買いに行ってもう1回つけようかな。これつけたまんまだったら怒られるかな。大丈夫だよ。だって別にさ一緒じゃない。つけたってつけなくたって、消したって消さなくたって一緒じゃない。少々お待ちをって。うん、まあバンされたら。されたで。されたで。怒られる。あ、でもダメだ、携帯持ってかないとダメだ。なんで？携帯持ってかないとダメだ。ちょっと一瞬見ていい？時間本当に40分で合ってるか。しようと思ったけどやめました。いいよねメイクしなくて。大丈夫だよ、マスク外さないし。あー疲れた。確認したらちゃんと40分で合ってました。よかった。今何分ちなみに。今14分、あと25分。え、11日のお仕事集合何時かな。え、なんか早いってなかった。嘘だよね。私早いって来てたんだけど、なんか出番は始発ありますか？いや、絶対ないよ。え、違う日のお仕事が始発ありますかでなくて、多分全泊になると思いますって言われてて、でこの日も朝めっちゃ早いんですけど間に合いそうですかって来て、あ、その時間は間に合いますって送ったの。私もよくそれやる。疲れた時やっちゃない？ゾンビの前になるやつ。長い。え、何食べようかな。え、はま寿司も捨てがたい。やっぱ入ってる。カントリーマームパフェ食べたいんだよね。あと濃厚エビクリームパスタ。はま寿司ってお寿司食べないつもり。
パスタとパフェ食べる。あとのカリカリポテト、昨日はねそれを食べようと思って寝たんだけど、そんなにお腹空いてないっていう。でも私昨日さややのお誕生日お祝いでケーキ食べて、明日もケーキ食べるのよ。だからケーキ食べに行くのはちょっと違うなと思って。なんか美味しいタルト屋さんもあるんだけど。キムクセイ香るから高くなる。え、眉毛だけ描こう。せっかくさメイクポーチ持ってきたのに。私昨日メイクポーチ置いてった。今日メイクしないといけないと思って。もうしなくていいやつだった。しなくていい仕事ってさ、なんぞやって感じだよね。みんなからしたら。待って待って、なんかねメイクしてきてくださいって書いてあったの、カメラ入るので、うん、でもその追加スケジュールの時はそう書いてあったんだけど、なんか普通のスケジュール、うん、明日の予定はに書いてなくてメイクって。だからあれメイク明日いらないですかって、カメラとか入んないやつですかって聞いたら、うん、確認しますって言ってくれてって来たの、うん、カメラは今日は入らない、明日は入らないのでメイクは必要ないですけど、先方さんもいらっしゃるのでちゃんと人様に出れる見た目で来てください。ウケる。それさ個人で来たの？これで行きますけどダメ？それはまだギリセーフ。これいける？コミ、うん、だってさ、うん、何？コミなんて何？声さたまにさ、うん、やばい時やばいよね。何？やばい時いつ？あの。起きたまんま来たっていう髪型で来るやん。私一応ちゃんと朝ブローして、何ちゃんとストレートをかけてくるんですけど。マジ？私今日何もしてないよこれ。え、起きたまんま？うん。綺麗だね逆に。え、じゃあ昨日美容院行ったからさ、乾かしただけでも綺麗。美容院行った次の日って髪の毛保たれてない？私洗っちゃうんだよね。私も洗ってよ。お腹ゆり。私ねちゃんとやるタイプなんですよ。たまに込み大丈夫そうって時あるよね。台風だったって言われた。メイクさんに。え、マネージャーさんにそう言われるのめっちゃ面白いね。え、でもねチーム A のマネージャーさんなんかすごく可愛くて、なんか普通にスケジュールがボン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 ってきて、1日ので、なんか一番最初に明日は朝からたくさん稼働があって大変ですが、よろしくお願いします涙。え、そんな送ってくれんの？可愛くない？ちょっといいよいいよとか言ってチーム系にも書いてくださいね、うん、もちゃん書いて。明日は朝から大変ですが。神がね言ってるその担当のマネージャーさん分かった、やっと。 T？ あ、 T？ あの女性の。え、私の今これ言ってんの、つだよ。女性マネージャーさんじゃない。え、男性マネージャーさんだよ。つかさん。え、優しいね。え、つかさんめっちゃ優しいよ。てかね、チーム A 本当にみんな優しくて大好き。チーム K も優しいんだけど。いや、私つかさんさめっちゃ面白いのがさ、私さ結構早く帰りたいタイプじゃん、うちらって、うん、なんかもう自分が着替えたらもう出れますみたいな感じじゃん、うん、なんかいつもはい、さいです、ちょっと待ってください、絶対にいつも吹き出すって。え、でも K のマネージャーさんもそうじゃん。いや待って、って言わない？いや、もう私はそれを通り越して早く帰りたい圧をかけたら大丈夫。早く帰らないとさ配信できないもんね。そうなの、別にこの後仕事の後に誰かと会うとかそういう予定は一切ございませんけど、早く帰りたいんですよ、こっちとら。かわいいわ早く帰りたいって言って家で配信。そうだよ、なんかさ、はい、早く帰りたいイコール何、どっか行くんですかってさ思う人もいるじゃん。え、全然たまにね、かゆい。全然ショールームしてる。お腹すいた。いや、すいてない。すいたとすいてないの狭間。私はすきました。お腹すいた。ラーメン食べたいかもしれないな。ほら、お腹鳴った。グーって言った。え、てかさ、来週さ、武道館リハまだ来てなくない？スケジュール。来てる？
え、来てるけどない。え、来週って言ってた？来週、あ、うわ、来週来てないわ。12から来てない、来てない、わかんないんだよね。そうなのよ。なんかさ、今週ももう出てるけどさ、うん、なんか、え、なんだろう、わかんない、あんまりないよね。だから残り 2,3 週間でも10月のさ2週目とかじゃん。あ、1週目かな、1週目2週目でもさ 7,8,9 とかじゃん。だから10月9月の後半とかになんかめっちゃ入ってきそう。え、じゃあさ、来週がもう最後のチャンスなんじゃないの、なんか私たちが会える。何？私はお野菜か。お野菜行こう。ディズニーも行きたい。行きたいとこいっぱい。うん、わかる。あ、ディズニーはそんなみたい。泊まりましたよ、彼女。もうさ、疲れちゃったんだよね。めっちゃ忙しい。で、来年もめっちゃ忙しい。なんでそんなに酔わせてるの？3月まで忙しい気がする。だから私が会えるのはもう9月と10月終わり。お腹すいた。9月と10月しかアミちゃんと会えないんだよ私。アミちゃんの時間ちょうだいよ。やばい、またグーってなった。え、やばい、お腹鳴ってる。どうしよう、ご飯食べたい。ご飯買ってこようかな。サーティワン食べようかなとか思ったけど、私サーティワン家にあるんだ。アイスケーキ、あのデコなんとかみたいなやつあるんだ。ケーキ、アイスケーキの上に好きなアイス6個ボン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 って並んでるやつ。え、アイス食べたいけどなかったな。アイスケーキのやつ土台、私さ、ケンタッキー食べてミスタードーナツ食べて家帰って3分の2一人で食べちゃったんだけど、やばいね。アイスケーキの土台びっくりしちゃった。あらと思って、え、なんかな、ね、サーティワンってさすぐなくなんない？え、すぐなくなる、うん、本気でアイスケーキワンホール一人で食べるとかいける気がする。お茶と、私もいける。あったかいお茶と飲みながらやった。だってたまにさ、あの3つトリプルの時とかあるじゃん、うん、あれ1日もうすぐ食べちゃうもん。あれ食べるよ全然。3つとかなんかあれさ、1個1個食べないとみたいな風潮じゃん、うん、1日1個みたいな。だから3日かけて食べるみたいな感じだけど、私気づいたらなんか全部食べちゃったんだけど。え、食べるよ全然。食べるよね、うん、食べるもの。だって私トリプル10みたいなやつ、トリプル10なんかさ、ポップをさ10個まで入れられるみたいなやつだったやん。うんうんうん、あれママとやって2人で一気に食べた。だから5個ずつキッズ。でもキッズだから強強。お腹すいたな。みんなご飯食べたかい？朝ごはんは今日何食べたの？あ、まさこびょうありがとう、くまちゃん。仕事中に挨拶たきだってありがとう。朝はおにぎりとヨーグルトとサラダ。健康的な朝。ザ朝ごはん、うん、でもお母さんが握ってくれたおにぎり、うん、熱すぎて箸で食べた。あー、かわいそう。熱いの握ったのに。あ、これ食べようと思ったらあっちちーってなって、だって握ったばっかだもんって言ったから、あのサランラップ剥いでこうやって食べた。かわいそう。お母さんのおにぎりってめっちゃ美味しいよね。うん、私お肉が好き。何が好き？おにぎりの具材がお肉、うんうん、なんだろう。え、お肉って普通じゃない？うちだけなのな。お肉、肉味噌、肉って何、うん、何肉、え、何肉なんだろうあれ。牛、牛、牛、なんか細かいお肉が入ってて醤油ベースみたいな。醤油なんだ。わかんない、 なんていうの、味噌ではない。まさこべさんが私にもお年玉くまちゃんくれた、ありがとう。うそれ、それ結構家庭の味かも。そぼろでもない、そぼろじゃない。
あ、マトンのカレーもいいなと思い始めた。甘口の、辛口だったから。私なんだろう、ね、待って、すごい今さ、体がさ、なんか筋肉痛に向かってる気がするんだけど、わかる？この今、体がすごい筋肉痛に向かってる。休息時間張って寝ないと。てか私今日さ、朝からさ、レッスンでさ、最後の1個目の仕事がレッスンで、4個目、5個目もレッスン。やばいじゃん。踊りまくり、カロリー消費してるわ。いえ、いいや。スタバのマロン飲む？飲まない。私もマロンあんま惹かれない。チンスコ飲んだ？飲んだ。え、めっちゃ美味しかった。めっちゃ美味しかった。え、でも海には甘くなかった？甘かったよ。海あんま甘いの好きじゃないじゃん。え、甘いの大好きだよ。はぁ、何言ってんの。キャラメルフラペチーノとか抹茶フラペチーノ大好きだから。あ、でもそんな頻繁に飲まない。なんか、うん、甘いの好きだけど。ダークモカとか好き。ダークモカあんま甘くない。そんな込みほど甘いの好きじゃないけどね。あとあれも飲んだ、ぶどうじゃない方。あ、飲んだ、ほうじ茶フラペチーノ。あ、そう、ほうじ茶。私もぶどう以外飲んだ。なんかほうじ茶のなんか苦くはないけど、なんかそんな甘って感じじゃなかった。てか私ほうじ茶とチンスコを同時に飲んだの。ニコ飲み。やば、この人やばいよ。だからほうじ茶がすごい苦く感じた。美味しかったけど。アミちゃん甘党だったのか。え、全然甘党じゃない。私だってなんだっけ、あのチョコあるじゃん、セブンに売ってるチョコまみれ。あーとか大好き。カントリーマームのチョコまみれ、うん、じゃあチョコカントリーマームパフェ食べ行こうよ。やっぱ来て。浜田行かない。いや、あそこだよ。言った？え、どこ？え、じゃあミュートして。もう一回ミュートして。秘密の会話してます。へえ、一人でご飯寂しい。なんかさ、マスクだとさ、口が隠れるから何言ってるか分かんないじゃん。マスクなかったらさ、口何言ってるか分かるからさ、何言ってるか分かりそう。一人でご飯寂しい。甘党だし超辛党、どっちもいけますね。あ、マサ様ファイト、ありがとうございます。私だま、アミちゃん疲れてるけどファイトだって。優しい、優しい。涼しくなったね、めっちゃ。うん、ちょい寒。今何分？30分、あと10分。ねえ、ご飯買いに行ってきていい？え、10分後にしてよ。10分ぐらい待てるでしょ。子供じゃないんだから。え、なんつった？子供じゃないんだから。なんかすいた。だってさ、帰るタイミングでさ、一緒に行こうよ。それオープン。あ、確かに、確かに。マサ様ファイトいっぱいありがとう。確かに。
あと10分が世界一長い。ハロウィンパーティーしよう。うん、しようしよう。去年したよね、配信で。あ、したね。私んちお泊まりしたね、うん、でも帰る噛んじゃった。帰る、コスプレしただけじゃない。うん、パーティー何もしてない。パーティーしたい、私ちゃんと。どういうこと、パーティーって。あのハロウィンメニュー食べながらお菓子食べてイエーイって楽しむだけやろ。それはさ、配信したしとこいいよ。ハロウィンパーティー配信ね。うん、あのうちらをこうそっと見てるみんなみたいな、うん、じゃあなんだろう、クリスピークリームドーナツのハロウィンのドーナツと、うん、あとなんかある？ハロウィンメニューって。いや、分からん。それぐらいじゃない？なんかハロウィンスイーツとかがさ、どんどんさ、コロナ禍になってからさ、減っちゃったんだけど。あ、あれ食べたい。ハロウィン風のマカロン。トゥンカロン？うん、あんのかな。ありそうじゃない。最近マカロン大好きなんだよね。最近ってかずっと。え、てかさ、なんかデパートとかにさ、普通のさマカロン売ってるじゃん、うん、あれ1個400円とかすんのね、うん、めっちゃ高いじゃん。でもさ、トゥンカロンの方が安くない？あんなでかくてさ、400円じゃない？350円とか。そう、あんなでかくて300円とかさ。え、多分ブランドによるんじゃない？マカロン。ラデュレとかは高いよね。トゥンカロンも好き。私トゥンカロンの方が好きかも。私もトゥンカロンの方が好き。ラデュレ行きたい、久しぶりに。疲れた。てか今スムージー飲みたい気分だわ。何気にメグに他のルームでアイテム投げすぎるなって怒られたんで控えめになってますって。どういうこと？なんで？いいよいいよ。なんでさ、メグにバレてんの？言ったの？アミちゃんのところにギフト投げてきたって。なんでバレたん？バレない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 。スガジーありがとう。なんだっけこれ、三色団子。最近 TikTok 投稿してなすぎるのでTikTok また投稿し始めようと思います。ね、うちらが撮ったやつなんで投稿してくれないの？うちらが撮ったやつって何？あ、あってやつ。あ、忘れてた、存在。ひどい。待って、撮ったね。撮ったじゃん、何個か撮ったよ。ごめん、それしか撮ってないよ。いや、もう一個撮って。え、撮ってない撮ってない。いや、確か込みで2個撮って。ギャールのやつ。いや、違う。あと日の名で一曲撮った。え、撮ってないよ、それしか。あ、あん、ちっちるってる。あん、あんって撮って早く上がんないかなと思ってコメントチェックしてるの。ごめん、全然上がんない。彼忘れてたよ、撮ったね、そういう。しかも衣装で撮ったよね。撮った、載せるわ、じゃあ明日。あ、早い。あ、皆さん聞きましたか？明日載せるらしいです。ねえ、小宮山の顎ね、こんにちはだって。ほんとこの人つまんない。誰、見せて。この人なんて人。国語 HR。 マジでつまんないですよ。なんかつまんなすぎて無視してたの今まで、うん、でもなんか多分分かってないんだと思う、自分がちょっとやばいって。あ、友達いる？大丈夫？気づかないうちに周り人いなくなってるから気をつけて。警告だ。あごねえこんにちはとかめっちゃつまんなくない？面白いと思って言ってんのかな。じゃあ本当に心配になるの毎回。もうこれ何回目って感じなのよ。で毎回ごめんなさいみたいな。え、謝ってくんの？めっちゃおもろいじゃん。ごめんなさいみたいな感じだからブロックしないのに。え、怖い。あの、のま、飲んないの。でもなんかひどいみたいな。そうなの。そういうのはスクショして。ただのアンチじゃないの。スクショして。結構人の心わかんないタイプ。マネージャーさんに報告してコメント見えないようにしてもらいな。それは私がブロックすればいい話なんだけど。ブロックしてないのよ、わざと。ブロックしたらさ、今だけじゃん。え、うん、ブロックしたら今だけなんだよ。どんどん次の日から。次の日から。
でもそれをしてないの別に。ただのアッチだと思ってないから。私何人もしたよ。コミが可愛いあまり意地悪言ってしまいごめん。ね、本当にやめな。それ意地悪人に言っていいのって、まあ、声優さんぐらいイケメンじゃないとダメ。本当ダメ。マッケンユ。マッケンユさんとかさ、吉沢亮さんぐらいさ、顔が整ってる人じゃないと。どうする？めっちゃ整ってるかもよ。なわけないじゃん。ね、そもそもそんなにかっこいい人は意地悪言わないのよ現実世界では。あの恋愛ドラマとかでは役で意地悪するけど。ねえねえ、うん、待って今めっちゃデジャブこの感じが。え、何？夢に出てきた。うん、夢ならば。ねえやばい、私今この歌歌ったのも絶対今デジャブ。やばい。え、その配信側に防護モードって何？防護モードってなんだろう、知らない。あ、これからつくのかな。デジャビュー、いつか見たようもの。12時37分だ。ルームに入ってきても表示されないとか。あ、私ね、私着替えてくるわ。うん、私も何件か嫌なコメントとか、自分アンチじゃないけどすごいなんか気に障るようなコメントとかってさ、たまによく来るじゃないですか。なんかこの人例えばブロックしたら反撃されたら怖いなみたいな、そういう時はもうスクショしてマネージャーさんに、すいませんこの人バン対応してくださいって言って、あのバン対応してもらってます。だからその人はコメントしてても私には見えないし、こう見てる今優しいファンの皆様の目にも止まらないっていう。だから一生一人でコメントをしてる、誰にも見られずにっていう感じのやつがあるんですよ。まあ結構しちゃったそれ。まあいろいろありますからね。だってさ、毎日配信してんのにさ、そんなさ、なんか機嫌を損ねるようなさ、なんかあっアンチとかだったらさ、まあまあ嫌だけどさ、まあまあアンチなんだろうなみたいな感じだけどさ、なんかちょっとさ、鼻に触る、なんていうの、なんかすごい心にさ嫌なコメントが残る時とかあるじゃないですか。なんか例えば今日なんか顔むくんでねわらわらとかさ、なんか今日可愛くなくねわらわらとかさ、なんかさちょっとさ嫌なコメントってあるじゃないですか。そういうのは、よし、あの嫌なので全て報告させていただいております。はい、うん、みーちゃん即出れる？うん、出れる。じゃあランキング充電器外してもらってもよっていいよ。で、皆さんあのまたつけるので、あの一回お礼ちょっと待ってもらってもいいですか。じゃあ13位トトちゃんさん。うい、ごめん。え、待って、本当にごめん。あ、お腹痛くなってきた。なんか私はちょっと帰ってくるので一旦ランキング読まない。うん、これさ止まるよね、一回やめても止まるよね。13位トトちゃん、32位バサシ、11位マックセイトさん、10位カイスケくん、9位オリさん、あ、間違えた、10位オリさん、9位クリスロナウド、8位マヌビー、7位プロちゃん、6位クワちゃん、5位マサコベさん。夕方にまたちょっと空き時間があるので17時から20時ぐらいまで配信します。はい、で皆さんちょっと待っててください、コンビニに行ってきます。バイバイ。これ多分もう一回着くよね。うん、ちょっとまた私はもう次の現場に向かいます。
待たせしました。さっきと一緒かな。ご飯買ってきたよ。あ、よかった、継続だ。ご飯を買ってきました。お腹すいちゃった。ちょっと半顔でやろう。半顔すっぴん半顔なので。ラーメン買いました。こぼした。よいしょ。助けて。ラーメン買ったよ。こみちゃんはお仕事に向かいました。私はコンビニへ。気まずいんですよね今。ラーメンだけ。むせる。まあね、そこの扉からマネージャーさんの顔が見える。食べてるの気まず。みんな何食べたって言ってくれたっけ。朝ごはんを7時に食べたので
お腹空いてます。あつ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 、もう少し仕事戻っちゃう？もう1時？私もあと20分ぐらいしか多分できないけど。私は1時半からお仕事なので20分ごろ終わります。恥ずかしい恥ずかしい、マネージャーさんが見てる。よりさ、マネージャーさんと配信してんの？ただ食べてるだけになっちゃう。ごめんね。何のラーメンを食べてるでしょうか。じゃあ質問。何を食べてるかな。あつっ。
正解は中本でした。ん？中本って日清？皆さんちなみに今何時何分か分かりますか？ね、クーラーって換気扇回ってるかな？これ換気されるかな部屋。うん。4分。ございます。あと10分ぐらい。ちなみに今日テルさんじゃないや、千代さんも一緒のお仕事でした。クーラーでは換気されない？15分、2回目の。
暑い。めっちゃ暑い、やばい。汗かいてはいないよ。真夏だよね今日。外が。今日朝雨降っててね、朝雨降ってたんですよ。日傘を持ってくるの忘れた。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。熱っ。リップがなくなっちゃった。あれ、さっき使ってたリップがなくなっちゃったよ。なんで、まあいっか。じゃあスクショタイムします。クロさん、ありがとうございます。レッスン、頑張ってきました。ありがとう。
チありがとう。マサ様、マサ様、チムケー、ありがとう。続いて、マサ。こうぴゃまさこぴゃまさこぴゃん、えすごい見られてる。 Thank you。 ありがとう。すごい見られてました。 あと5分で終わります。じゃあそろそろぼちぼちランキングを読んで、13位ハリーの同学、12位ネギトロマキさん、11位サトル、10位長崎在住の関西人、9位ワタさん、8位リュウセイさん、7位アラレンレ、6位三千院ナギさん、5位スガジー、4位お茶っぱタイム、3位マサコビャ、2位マサ様、1位ワッチー。ありがとうございました。ふう、お腹いっぱいになりました。ではまた。ありがとうございました。また夜ね。バイバーイ。皆さん午後も頑張ってね。じゃあねー。